太陽チャンネル。はい、皆さんこんにちは、太陽チャンネルのパパと。いないよ。いるじゃん。はい、ということで今日はね、おー、ポコちゃん、はい、初めてのタッグでトリミングということで、先日ねホームセンター行ったらめちゃくちゃ良さそうなねバリカンのセットみたいなやつ売ってて、なんか欲しいなって言ってこれネットで買いました。ペットグルーミングキット、これがね1万1000円ぐらいだったんで買いました。まだね中身全然見てなくて、ちょっと出して袋入れる袋、どんな感じなんだろうこれ。これお出かけ用というか片付けるやつだね。それがバリカン。これねバリカンしながら毛を吸引してくれるんだって。あ、これが本体。本体。毛を吸いながら毛を溶けるんだって。これが毛の長さを決めるやつ。じゃあちょっと組み立てまーす。で、よし、こうだ。じゃあこれ。ねえお父さんどれ？皆さんちゃんと撮ってる。撮ってれよ。広角にすればいいよ。なんか。なんじゃ。なんじゃ、ちゃんと撮って。撮ってる。3ミリ、6ミリ、9ミリ、12、18、23。これは今は使わんな。これ掃除機だし。ダメだよ、邪魔。6ミリぐらいにしたい。ここ。あ、優しく吸ってる。これしたら。ああ、それぐらいがいいか。よし、これで行ってみましょう。よっしゃ。よっしゃ、頑張ろうな。まずはハサミで。ジョキジョキ切るね、だいたいを。まだ何されるか分かっていません、ポコちゃんは。あ、飲んでるわ。ちなみにね、一応理想は前回まで切ってたこんな感じ。サマーカ、うん、サマーカ。じゃあ、運命のお時間です。はい、この感じを覚えておいてね。かわいい。ぬいぐるみでちゅう。かわいい子、見たことない。3本のパーティーで、うわー、現状こんな感じでガタガタになったんだけど、どうだろうな。そらしてくれるかな。めっちゃボサボサになる。これで終わり。ふくちゃん、ふくちゃん、ふくちゃん、シャンシャラララ。おお、お父さんそれ何？怪我。え、なんで？怪我。怪我。すごい。怪我吸い込まれていきます。ちょっとずつ、ちょっとずつ取られてるよってわかんないんで、やりきるまで捨てに行かないといけないんで。何回も捨てないよ。6ミリだよ。どうだ。なんかこれ行くそうだ。ちょっとずつすれば。これで最終シャンプーもできたらいいなと思って。シャンプーするな。シャンプー。やったシャンプー。ちょっともうこれ、はい、一回変えない。わかりました。ちょっと。おお、かわいい。ということで、まあ、こんな感じで剃っていきたいと思います。若干ブロボク。まあもう少しやれば整うかな。まあこれあれだな、毛を
捨てながらちょっと何回か分けて完成するまで、じゃあ頑張ります。はい、できます。おぉ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 、やばい。母さんもやる。すごい。すごい。どうしたすごい、ミスボらしい。あっ、ゲッ、もう、ちょっと待って。あれ、体重が、体重に乗らないで。そうだな、フリちゃん帰ってきた時に、ちょっと、落ちた。だいぶ貧相になってきた。そういうのいるか。それで、4回目。だいぶ変わってきたぞ。半分でパンパンになった。現在、開始から約1時間経ったんですけど、あまりの毛の量にバリカンのバッテリーが全部切れて今充電中です。ポコちゃんはまだもうちょっと顔の周りと剃り残しやれば完成。はい、ということで、バリカンは一旦割りかな。まあ、素人がやった割にはよく頑張ったかなと思います。2時間ぐらいかかったもんな、これ。お腹周りもツルツルにできたし、あとお尻とね。これからお風呂です。流したいと思います。あ、キツネですか。キツネお粘土味がいいね。めっちゃ頑張るわ。足びちょびちょ。ポコちゃんはライバイ中。ポコちゃんおいで。正解しよう。ポコちゃん、ランちゃん、もう湯船の中で洗って。おいでおいで。来た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 。閉めろ閉めろ閉めろ。めっちゃ怯えてる。最初はね。あ、怖いよ。あ、いい匂い、いい匂いしてきた。柔らかいの。おいい。お尻は？お尻お尻、なんちゃんお尻お尻、お尻と前のところ。いや。ちょっと慣れてきた？ここ。慣れた？もう逃げるのは諦めた。おい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 。やっぱ怖い。あ、怖い怖い。あ、めっちゃこっちかかってる。君ら下手くそ。ママ、あー、ちょっといる。やめて、やめて。早いよ、早いよ、早いよ。かわいい。これ短いから多分すぐ乾く。うん、長い時に乾かしとったで大変だったんよ。なかなかね、だから洗おうってなら。そうそう。いや、むしろ洗いたくなかったもん。なんちゃんいっぱいやったもん。その肉の肉が。うまいうまい、なんちゃん。なんですか。太陽くん。何この犬。最後まで見てくれてありがとう。
次の動画も見てねー。